深夜の住宅街で突然破裂した水道管。午前2時ごろ札幌市西区八軒で視聴者が撮影した映像です。周辺ではおよそ5時間半にわたり断水しました。なんだろうと思ったが始めわかんないからね。窓にねこうざっとかかってくるけど何も見えないの。ずいぶんが白いんだなと思って。 水が噴き出した衝撃で路面のアスファルトは粉々に、地面の下の石は住宅の屋根にまで飛んでいました。水道管には直径5センチから10センチの穴が開いていて老朽化が原因とみられています。水道管の更新目安は40年とされていますが、札幌市水道局によりますと、この水道管は設置から48年が経っていました。2年以内に更新する予定だったと言い,います。 札幌市の排水管は昭和47年の札幌オリンピックを契機とした高度経済成長期に集中的に再整備をされております経年化した管路を一斉に更新するには莫大な事業費が必要となりますので水道局では計画的に排水管を更新することとしております老朽化した水道管は札幌市内の至るところにありました地図の赤いところが 年年時点ででほとんどが設置から40年を超えた水道管ですその総延長は700キロ以上にも及び、再来年までに更新をする計画ですこうした漏水事例を踏まえまして、更新の優先順位を見え直すなどの検討も進めていきたいと考えています。 では改めてこのスタジオにある穴の開いた老朽化した水道管を見ていきましょうこれは札幌市白石区で使われていて2013年に穴が開いているのが見つかりました。 素材は中鉄と呼ばれる鉄の合金でできていて厚さは1センチほどありますが藤尾さん、この穴の大きさ大体ゴルフボール台といってもいいこういうい穴が開いてしまうんですね,ねなんかでも穴が開いてる周りは茶色いから最初、サビみたいなところからどんどん,どん,どんこう腐食していって穴につながっていくんですかねはいこの,あの錆びているところがまさに土と接していたということでいわゆる腐食をしてしまったということになるんですよね。 穴の大きさですが、今回の水道管の方がこのスタジオのものよりも5センチほど大きかったということです。札幌市水道局は今後も定期的な点検や整備を行って再発を防ぎたいとしています。